マリア・エリーザベト・アマーリエ・フランツィスカイン・バイエルンは、ドイツのプファルツゲルンハウゼン家の皇女で、バイエルン王マクシミリアン一世の名。フランス皇帝ナポレオン一世の重臣、ルイ・アレクサンド・ルベルティエゲンスイの妻となった。ナポレオンの刑事、ウジェーヌ・ド・ボアルネの妻となったバイエルン王女、アウグステ・アマーリエの重臣である。 プファルツゲルンハウゼン公ビルヘルムとその妻で、プファルツビルケンフェルト公子フリードリヒ・ミハイルの娘で、あるマリア・アンナの間の第一子、長女として生まれた。バイエルン王の姉を母に持つこともあって、一時は、神聖ローマ皇帝フランツ二世の後添えとなる、縁談もあった。1808年3月9日に、パリにおいて、ナポレオン皇帝によって、バグラム公を呼び、 ヌーシャテル公爵に助せられていたベルティエと結婚した。この縁組は明らかに一門及び重臣たちの身分上昇を願うナポレオンの意図に沿ったものであった。叔父のバイエル号は、名夫婦の屋敷として、バンベルクの新宮殿を譲った。ナポレオンの没落後に、ヌーシャテルの所領を没収された夫は、1815年に、館の新宮殿の窓から身を投げて自殺している。 夫との間に一男二女の三人の子女を設けた。オスカー・クライスト、ナポレオン・ウント・ザイネ・マース・コレイ、バンド4、CW ・スターン、1906、S54、フロインでメインフランキシャー・クンスト・ウント・ゲシヒテ、メインフランキシャス・ジャブク・フュア・ゲシヒテ・ウント・クンスト、バンド34から35、フロインでメインフランキシャー・クンスト・ウント・ゲシヒテ、1982、S83、 ありがとうございます。